ツイートした次。オッケーしました。始まったよ。今日は11月の20日日曜日夜10時となりました。皆さん早速来てくださってありがとうございます。人数が出揃う、何、見に来てくれた人数が落ち着くまで、あのちょっとご挨拶をしながらの感じにしたいと思います。皆さんありがとう。すごい勢いで見てみて、うん、うちに見えるように横にしようぜ。あ、そうや。で、うちあと10年あと30分通知でも散々やってんねんけども、今日は今日はね、親子でツイキャスを、多分初めての試みでございます。あ、それやってやる、ママ、はい、言う言う、下手やねんそれ。あ、ちょっとタッチしちゃうかもしれへんけど、集中スタンプや。 ありがとう、スタンプありがとうございます。早速51、いやー、ガーッと増えてほしいね。よければお茶とかね。いやいや、それはいいよ。じゃあお茶したらさ、だから人気のキャスの上の上位に上がってさ、この奪還キャスを見てくれる人が増えるってわけやで。あ、そうか。これはあの、うちは昨日みたいな悪ふざけじゃなくて、ただ見に来る人を、この奪還っていうことを。うん、せやね。よければね、だからお茶を投げてください。娘です。そう、娘のあのでございます。あのくんです。そう、あのちゃんでもね、あのちゃんでもあのくんでも、うん、拉致問題はみんなで考えましょう。絶対取り返す。そうですね。こんばんは、いらっしゃい。たくさんお願いします。ありがとうございます。ハッシュタグつけてコメントとかしていただくと、ガンガン、あのハッシュタグってなんだ、ハッシュタグで、なんて書くの、拉致被害者奪還キャスって、そう、配信中っていうのを。ければ、あのちゃんこんばんは。あ、こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんはです。あのんぬ、ケラさんのあのんぬフォローありがとうね、あのんぬを娘、あのんぬって名前ですから。そう、よければ。で、今日はリアルな、ハッシュタグつけてないの、つけてないな、ハッシュタグつけてないの、つけてるやろ、つけたで、体調ビュー。じゃあうちもちょっと、メインの画面ってどういうこと、あれじゃない、ここにハッシュタグつければいいんじゃない。だからなんて書く、今はしない、散々言うてたのに、ハッシュタグやって、シャーピー、はい、やって、うん、それはわかる。あの抜け、拉致被害者全員奪還、全員、全員奪還、ツイキャスでも、あ、ごめん、だ、あの全員だまでしか入らないそうなんです。あ、じゃあ、ダッカーまで入ったわ、うん、これでいいやん、うん、それでいい、これでいける、はい、65人、うん、100人いかないかな、ガンガン、あのお茶よろしくお願いします。うちもお茶投げるわ、全赤で、あのほんまに、あ、ガラケー勝者ありがとう、いっちありがとう、皆さん、ふーちゃんありがとう、むぶさんありがとう、グレイブマカロンさんありがとう、おぼろずきさんありがとう、サスケオラオラオラ、あの今日ね、あのヒロさんもありがとう、ピーちゃんもありがとう、カイデネコさんかな、69人、まあ、あんまり時間、そろそろ開始5分経ちます。コメントしていい、あ、どんどんして、ほんまにして、ガンガンして、じゃあうちちょっと落ちよう。ホルトンがキララの娘のあ飲んでですそうそう、あのね、だんだん人数が、お、70人来ました、目指せ 150人はいけ、150人行くの、行かせようや、もう今日はレベル上がるな。いや、そういうことじゃなくて、あ、なんたらめぼしさん、フォローありがとうございます。なんたらってのれんって読むね。うん、それでね、今、10時4分です。5分までこの感じですっ飛ばしたい。あ、5分なっちゃったまあ次やりますから、ちょっと待ってください。のれん、ありがとうございます。じゃあそれでね、今日は、いや、今までのいろんな、あの方々が、前回前々回、そのまた前っていうのをこう聞いてて、とても勉強になって、
いろいろ感じたこととか、あと、リアルに、ちょっとこれはこういうことやぞと、何？ちょっと待った、みんな。どういうこと？なんでうちお茶投げたん？まあいいわ、なんだ自分？いいからいいから、それはいいから。それで、うちの娘はね、高校1年生です、今現在。16歳で、もう 昨日の時点で、例えば政治関連とかそういうのをアカウントで立ち上げて見てくれたんやけど、ぶっちゃけ何も分かりません。うちがいろいろこういう保守系とかそういうのってね、やってるから、高校生、心強い、ありがとうございます。やってるから、これなんとなくは分かってるんだけど、まず今日もずっと、ツッキーとシェリーちゃんがやってくれてはる、この拉致被害者、北朝鮮に拉致されたのが今から14年前な。14年前、うちが2歳。そうやで。だからでも、JK 頑張るわ、ありがとう。で14年前に、違う、14年前に、もっと前に拉致されてん、日本人が何人もね。でも5人だけ帰ってきてんなんで5人帰ってこれたん？ね。でこれがね、この画面を見ると分かるんだけど、小泉首相の時代なのね。でその時のこの金正恩いる。だから小泉さんがやって、でここにちっちゃく、これ文字でちょっと見えないんだけどね、眼光する時は安倍さんがこの時その小泉政権の中におってんけど、総理大臣は当時やってないけど、眼光する時これ金正恩のこと睨んでんの。で本当は一旦日本に返してきて、遠慮なくぶっこんでいこう。でも、ちょっといい？うちも、高校生として今時の若い子代表として勝手に、ちょっと自分が思った意見をバン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 言うけど、多分それで気分を悪くする人とか、なんか「は？何言ってんのこいつ」って言ってイライラする子いるといる人する人がいると思うねんな。けどそれが多分本当に今思ってる若い子繰のり返さんきゅ。おわ今思ってる若い子の意見だと思うから、よければ一つの意見だとして受け止めていただきたい。うちのこと多分ちょっと悪い、印象が悪くなるの印象、覚悟でな、もうや言うるかから、な、ちリアルょな問っと題よけとれしばて。ありがとう、バ聞いとチいコて、バチイ。コイ。 そう、それで、とにかく5人帰ってきてんねんけど、この当時小泉さんは実は水面下で本当は一旦帰国させるけど、また返すって、北朝鮮に返すって約束やって、ほんまは。それを覆したのが安倍さんやね。約束を破ったってこ破と？らせて。てか、要強。するにもう安倍さんは絶対にもう北朝鮮には戻さないと。でもその日本の日の丸が入った飛行機を北朝鮮に飛ばして迎えに行って日本に返してきてんだけど、その中に横田めぐみさんもいたっていう横田話。めぐみさんって、なんか、そう、しょっちゅうもう写真出てるやろ。わかるわかる。なんか、めっちゃ老夫婦が早く戻ってきてって、この間ではないか、ニュースでやってた、見た。泣いてね、この間お父さんが誕小生日泉やっはて返そうな。とした。かえ、マジか。でもさっきあのがね、2歳の時にその5人帰ってきたって言うたけど、この間娘とね、ぶっちゃけもう、いやいや、そんな話めんどくさいわっていう、ね、中でこういう話をしたんやけど、無理やりにちと話だけ聞いてみたいな。そう、なんだっけ、本当はね、このキャスに参加するのも乗り気じゃなかったんやけど、いろいろ話聞いてて、ちょっとやってくれへん。でもなんか一応興味持ったから、じゃあやるわっていう感じで参加した。で、これ始まる前にもちょっと喧嘩したしだな。してたな。それで、皆さんのこの
今コメントがぶわ流れてるけど、レッスここンでおに母さんと、娘さんがレッスンでお母さん、お母さんがレッスンで娘さんどう思うだろう。それは、正直正直な意見な。うちが、例えばうちの身の回りの人が、例えば仲良くしてる人とか、こう、その家族とか、そういう人がもう拉致されたら、早く返して、どうにかしてって言って、めっちゃなんか焦ると思うんだけど、でも、今拉致されてる人に対しては、ぶっちゃけうちは、あんまり何も感じ取ってないんだよね。同じ日本人なんだけど、多分、自分じゃないから、自分には関係ないからっていう感じそで、う、無関係な人っていう感じなんやな、要それは。に昔のことでしょっていうとこがどこかにあると思うねん。そやね、だからそのな、昔の人っていうのはね、考えてみたらね、ママたちが子供の時って、戦争から帰ってきて、戦争に行ったんやけど、帰ってきて、普通に40代とかになって、普通にサラリーマンとかして働いてるおっちゃんたちがいっぱいいてん。だけど、ママたちにとっては、大昔の話やね、戦争って。その当時だからアンノの中でも大昔の話やね。今現在進行形とはとても思えない問題やんか。ほいでその署名活動とかしてるわけ、世の中で。署名、その要するわにかるわ国かをる。動かそうと思ってな。だけどその行動してる方々はもう年齢が結構上の方々やったりするわけよ。まあ、あんたたちの年齢の人なんて「は何の話？」みたいな。で見ても全然興味も示さない素通りのはずやねん。でももしママが署名活動行ってみいひんって言って面倒くさって思ったとしても、でもバイトでビラ配りやったことあるからええよとか言って言ってたけど、もしなあんたみたいに茶髪でピアスしてお化粧してカラコン入れてつけまつけてバーンっておしゃれして。その署名活動とか言って、何やってんのあの子みたいな、ああいう子がっつって、で署名お願いしますとか言って、拉致なんか北朝鮮にさらわれちゃった人がいるんですよって言って、で今うちらの親の年齢よりちょっと上ぐらいとかの人が今朝鮮で生きててって、でも全然国が全然動かへんと、日本政府が動かへんと、なんかブルーリボンだけつけて満足してる政治家もおると、これっていうのを茶髪の子がなんかママみたいに化粧バッチリのお母さんと2人で、あと別の人らも当然いるよ、やってたら軽いノリで、本当は軽い問題やないんやけど、軽いノリで「ちょっと書くだけでもいいから書いてくれへん」って言って、待って、なんで名前を書かせんの？これだけ拉致被害者を日本に返してほしいっていう人らの名前ですよって。でも本当にそう思ってるとは思わ限らんよ、だけ書かせたど、と拉ころ致に。被害っていうのが今もいんねやっていう告知にはなるやん。周知活動にはなるやん。でも国動かさないことには帰ってけえへんね。せやな。何今なんじゃあなんで日本何してんの？そう思うやろ？単純に。それだけど、若い子っていうのは、さっき言ったけど、でも自分には関係ない人らやし、この人らが帰ってこなくても、自分の生活に支障はないやん。日本平和やし。だけども、あれなんじゃん、なんか政治家もなんか今日本にいる人を守れたらそれでいいと思ってんのじゃん。じゃん。そう、だからだそれ、から何も動かだないんからじゃん。国民が怒らないことには、だからなんか今拉致されてる人についての教育も学校でもされへんし、なんか、北京？南京？北朝鮮どやな。こ？南京北なんち朝ゃら鮮。大虐殺。違う、それ中国の話あやから、れ？ちょっと待っ違う、なんて。かそういう正しい歴史を学べない。だかそっらちそういな。うことを言いたくて、その名今前見をた。思い出そうとしたんだけど、なんだっけ、なんたら大で虐もない殺。ねんで、南京大虐だか殺。らそういうなんかしっかりした歴史も学べないから、政治は何もする気ないんじゃない？そう、だから、ここの画面の中にな、10代の女の人ってなんか番組で、どこに拉致されて、拉致問題が今も継続って言って知ってます？え、わかんない。これ、心斎橋よね。大阪の。あそこ？橋があってさ。知ってる知ってる知ってる。グリコ。そう。あれやんな。そうそう。アラブル高野え、ポーズ。
ラブル高野。それでそこでやったら、でもほぼ今ここには、93名来てくれてんねんけど、はい、ここに来てくれてる人らは日本大好きだから日本を守ろうとか日本を変えようとか、うん、うちらの次の世代だ、ママたちの次の世代、我が子たちの世代にいい日本を残そうって、はいはいはい、でも今の若い子たちはこの日本がこの今の状態であるのが将来当たり前のように続いてると思ってるわけよ。せやな、うちも今そう思ってる。そうでしょ、うん、だから自分でもあんたらの年代って実際そうやと思うね。だけど、うん、どうしてママたちの年代がで日本祖国日本が好きって言える年代がこういう拉致のされた人たちを取り戻そうって言うかって言うと、うん、あんたらを産んだからやね、うん、親としての気持ちが分かったからやね。子供が誘拐されたらって考えたら怖いから行動する。怖いっていうか想像できへんねん親として、うん、だから楽しいこととか興味持つの当たり前で、ママも高校の時とかそうやったし、おしゃれとかそんなんばっか興味持ってたけど、であんた今好きな絵とかあるやんか、漫画とか、うん、でも堅苦しいこと抜きにして、例えば今流行ってるのはおそ松さん、おそ松さん今、おそ松さん今今度競馬のおそ松さんとか出てたりしてるやんか。あったね、おそ松さん、うん、ああいうのに乗っかって拉致被害者とかもバンバン告知してもいいと思うね、周知してもいいと思うね、うん、例えばあの何だっけ、何語、むつ語、むつ語、むつ語の子たち、忘れんなよむつ語の子たちが、はいはい、だからママがおそ松さんに興味ないのはその程度やね。だけどおそ松さんが拉致被害者のことなんか、はいはい、漫画で、うん、ブルーリボンくっつけて、そしたら多分おそ松さん好きはなんか興味持つと思うよ。おそ松さん、おそ松さんが、うん、その拉致について説明、うん、簡単な説明をしてるような漫画がうちはあったら多分読むし、うん、多分そのことについても興味持つと思うし、そうやろ、だから堅苦しいところから入ろうとするからめんどくさくなるね、若い子っていうのは、うん、だから今あのね、なんだろう、今に乗ればええねん。だから今流行ってるアニメ、若い子に興味を持たせたいんだったら、おそ松さん、モブサイコ、ワンパンマン、うん、なんかワンピースとかドラゴンボールとかでも何でもいいから、もうバーって、うんうん、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ちょっと今コメント読んでます。娘ちゃん、拉致被害者の人たちが北朝鮮に拉致られたっていうのは最初わからんかって、どっかに誘拐されたか神隠しあったかと思われてたんよ。そうやで、神隠しってアホやん。それでねえよ、そんなこと。そうでもな、うん、そう、そういう流行に、で、今までのキャッシュを聞いてて感じたのは、ここに来てくれてる人とか発信する側も日本の正しい歴史とかそういうの全部把握した人らがこうツイキャスをしてらっしゃって、で、山猫さんっていう人が、うん、先々週かな、その前かな、なんかやって、残念ながらコラボが電波が不安定になっちゃって失敗したんだけど、そのすごく的を得たことをおっしゃってて、あ、なるほどと。その無関心層に周知させるには、そのがっつり固いことを言うんではなくて、うん、なんかこういうのもあんだってみたいな感じでたまに語る、うん、たまに、うん、がっつり語るんじゃなくて、だから、うん、10代の子たち、あのお子さんをね育ててらっしゃるね方々も見に来てくれてると思うんですけど、じゃあ自分らはツイッターとか、Facebook とかを使って、あのお父さんいらっしゃい、発信してたとしても、果たしてお子さんにこの話が、いわゆるこういう10代の親に反抗するとか、あるいはおしゃれとかそういうのばっかりの興味の世代に熱く語ったところで聞いてもらえないっていうのが絶対あると思うのね。
でもそれは悪いことではなくて正常なことやと思うの。うるさい竜や。滑舌言うな。さっき今日ママ滑舌絶好調って誰が言ってたよ。それでな、あのうちも娘とか息子に、息子もいるんですよ、うち高2ので。でもなんか語ろうとするともう、もうええからみたいな。あのめんどくさがりなんだよね。そうそうそう、うちもそれだったもん。そう言うんやけど、でもじゃあ若い子たちに周知させるには、そういうおそ松さんとか今流行りのやつをボーッ使って、あ、大和二十歳だって若いね。うん、なんかノリよく、でも言うてることを、え、そんなことは、これは実はっていうのを設定にやってもいいと思うねんな。うん、全然。だからその山猫さんが言うてた、その拉致被害者云々っていうのだけやなくて、日本には行方不明とされてる人が800人、うん、いるんやって。はい、うん、あのちゃん昔ね、北朝鮮も韓国、まあ、日本だったのよ。そうやで、統治してたやで、韓国だって。あれそうなの、習ったっけな。いや、統治じゃないね、侵略って習ってんね。あ、習ったね、侵略。なんだろう、統治して、なんだっけ、捕虜、なんていう俗語、え、なんか捕虜、捕虜つがなんか領土や、虐げてた時に。だけど台湾も統治してたので、台湾今に、うん、親日でしょ、うん、めっちゃ、うん、各国も同じ状況だったなのに、うん、侵略されてた、ハングル文字を取り上げられてたって、うん、ところが違う。奴隷的な感じで聞いたよ。そう、でも全然そういう、あの歴史の先生に教科書には載ってないけどね、日本はなんたらこんたらでって言って、日本のことなんか悪く言う感じ言ってて、そう、自虐教育。そうだね、日本のいいとこ教えないもんね、うん、奴隷的な感じで聞いたよ。なんか韓国人の扱いがすごかったって聞いた。に対してのやろ、日本人が韓国人に対してのなんか扱いがほんとすごくでって言って、うん、ご飯食べさせてなかったらなんたらこんたら、そんなことまで言うてはった。あの授業とは関係ないけどって言って、本当はねって言って先生が教えてくれたよ。めっちゃ日教師やな。じゃあそれでだから、でも実際のところは、あ、そういうとこ行った、はい、うん、違くて、そのそんな小難しく政治的な、うん、一応あんたのそのアカウント立ち上げたけど、うん、もう小難しいことになると多分見るのも読むのもめんどくさくなると思うね。そうだね、興味が薄れていくね、うん、あの政治関連のアカウント立ち上げたけど、うん、小難しいことはうち多分発言しないし、うん、なんだろう、ざっくりとした知識で話していくと思うしな、うん、でも正しい知識は取ると思うよ、うん、とってもその若い人のいかにも10代の感覚で言うてんのは全然 OK やと思うし、これものすごい勢いでな、あの流れるから、みんなのちょっと追いつかへんねんけど、このリアルな問題として、うちでも分かってほしい、その分からせようと思って例えば熱く語ったとしても鬱陶しくなんで、若い子って。せやね、だってなんか自分の興味ないことを淡々と説明されても、うん、そんな君みたいに熱持てへんし、なんどうでもいいんだけどすぐ忘れるわっていう、そうなっちゃう。そしたらそういう流行りのこととかに乗っけて、ちょっとこういう話があんねんってあったんやってみたいな感じでやったら、そういう例えばそういうおそ松さんがブルーリボンをくっつけてはい、なんていうの、うん、ブルーリボンをくっつけた絵をやって、拉致被害者がどのこうのってやったら、それを真似ていろんなデザイン、今すごいじゃん、いろんなシリーズがあるやん、あれ、そういうのでどん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 ね、興味がないというのは情けないよな。
興味がないっていうのが情けないに。え、でもさ、え、だでもなさ、興味がないから情けないって言ったらさ、アニメにお前興味ないの情けなって言ってるようなもんやからさ、うん、それとこれとは違うと思うよ。興味を持てるか持てないかの違いじゃん。そう、どうやって興味を持たせるかやね、うん、まず興味を持たせるきっかけをか考えるのが一番やと思うで、うん、みんなが興味持てるかって言われたら持たない人が絶対いるだろうし、うんうん、そうそう思う、うん、そう思う。あのチラッとなんかそういう話をしたら、そういえばさっていう感じで簡単な説明だけして、うん、そんなことがあったんやっていう感じでほんのちょっとずつ知識を与えていったら、うん、ある程度の知識はあると思うし、だってな、無駄な知識覚えていく。ママ今さっき言ったけど、うん、あんたに言ってないと思うけど、逆もね、1歳と3歳の子を置いて拉致されたお母さんもいいね、うん、娘様に質問、学校でハングル語、あ、ハングル語は教えられてないけど生徒たちが韓国大好き的な感じで行ってきて、うん、なんだろう、はあのなんだろう、韓国のアイドルとか大好きって言ってた人がうちにハングル文字教えてきたんだけど、丸じゃんって言ったら怒られた、うん、丸書いてるだけじゃん、あんま興味ないよね。先生にそういう子はいなかったかな。いないかったよね。意外といなかった。あの放送でさ、いただきますの本当の意味みたいなことを教えてくれたりとかいう先生もおったよな。うん、おでん文字、おでんじゃん、うん、何それ、うん、おでん文字っていうね。おでんみたいやろ。あ、かわいいほらほら、今聞いた、かわいいって言うてやん。うちらはバカにしたやつでおでん文字って言うてんね。うん、あんな、あ、そうなんだけど、若い子の感覚はおでん文字っていうのは可愛いね。可愛いだろ、だって丸だぜそう、だからこの感覚やでもなんだろう、あのね、うちは なんだろうな、外国語とか英語とか大嫌いだから、他の字見るとえ無理ってなるから、うん、おでん流行らないけど、あ、なんかまあなんか興味を持たないけど、他の例えばなんかなんだろう、韓国の洋服、化粧品、アイドルとか好きな子に対し、好きな子だったら、うん、それハングル文字も可愛く見えるだろうし、書きたくもなるだろうし、うん、そう、だからあのー、響き可愛いしな、その拉致被害者に関してももっと若い子たちにどんどんきちんとおでん、あのおでん、なるほど、うん、あの周知させる方法をちょっと考えて、あの当然分かってる人同士でわーってやってたところで意味ないねん、ほんまに。でもね、うん、あのなんかでちょっとごめんね、うん、みんな若い子はそういう韓国とかの問題に対して興味ないとか、うん、あとなんだろう、拉致に対して興味ないって思ってる人がほとんどだろうし、つうかそう思ってるだろうけど、うちがなんだろう、今日ツイートした内容なんだけどさ、よければ見てもらいたいんだけどね、なんだろう、リアーカで、あなたは日本人拉致されたか知ってる、教師にするためじゃん、日本語に。そればっかりじゃないけど、技術者かな、おー、うん、技術者、うん、まあ、なんか若いうちがなんか韓国好きっていう人いるけど私は無理って言ったら、それに対していっぱい意見来たんだよ、うん、だから若い子も若い子でいろいろ知ってると思うんだよ、ね、うん、でも学校とかテレビからその拉致被害者に対してってかことを期待するのはちょっと難しいね、うん、だからあの、みんなも子育てとかしてはったらね、なんて言ったらいいんだろう、なんかそういう子どもの好きなことを利用して話してみるとか、はい、そういうのをしてみた方がいいと思うの。うちもそういうの賢いのはスパイ工作員を作るため、あ、そっか、日本に日本人のスパイ潜り込ませても気づかんもんな、みんな。そうそう、洗脳したりな、あとその拉致した日本人になりすましたり、はい、ノリみたいな、
のもやってたかも。なんかさ、なんだろう、うん、日本の学校とかさ、日本の歴史のなんか、なんだろう、いいことばっかりを報道するような、うん、日本のいいこと、まあ悪いことはもちろん報道するけど、マスコミってさ、うん、なんか、なんだろう、日本に対して、なんていう、言葉が全然わかんねえな。得のないっていうか、悪いことばっか報道するやん、マスコミって。あ、要するに政治関係ではな。そうそう。でもそれだけ入り込んでんねん。うん、だから、こう、日本についてを語るマスコミとかなんでできないんだろうねっていう学校とか、日本の本当の歴史を知る学校とか。だからそれはやっぱ日教書あのが牛耳ってるから、教師の日教書って教師の組合だからね。うん、あ、30分経ったよ。うんうん。だからあのみんなこれがうちの子は知ってる方かもしれへんけど、もうぶっちゃけさっきここのキャスでそれ言ったら怒られるかなって言ってたけど、言ってもいいんちゃうって言ってんねんけどな、あのもう諦めた方がいいんちゃうって言ってた。うん、まあね、うん、みんな怒ると思うけど、知的な意見な、まあ多分みんなはって言うと思うんだけど、いやでもな、実際若い子はいると思うねん、そういうの。だってなんか助けられないじゃん、もう年じゃない、年齢的に死んじゃうやろ。だから多分あのなんだっけ、女の人を待ってる親子、老夫婦、親御さんたちな、うん、もう絶対死んでも帰ってこないと思うねん、そのお子さんは。だからもう諦めて、これからどう対策するか、諦めたら次はあなたかもしれません。せやけどさ、違う、だからそうかもしれないけども、今拉致されてる人は諦めてさ、次からじゃあどうか、どうやって対策するかとか、どうやったらさらわれないようにするか、スパイをなんかどうやったら見つけられるかとか、そういう対処も考えた方がいいんじゃない。拉致される人を助けるじゃなくて、次の拉致されない人のため、ん、拉致されないようにするためにはっていう風に、うん、だからこれは諦めた方がいいっていうのがこの子の意見とかやなくて、単純に拉致っていうことを知らない人らは、え、もうそんな無理なんちゃうっていうのが意見やと思うねん、てか考えだと思うねん。だけどそこを覆すねん、どうにかして。だからさっき言ったそのなんで諦めるのって、だって助けられる術あるって思っちゃうねん。違う、ナリス、これは反論してるんちゃうねんで。助けたいとはうちももちろん思うよ。だってあの、まあ、でもうちのことじゃないってさっき言っちゃったけども、でもなんだろう、親御さんが泣いてる姿とか見たらなんか切なくなるじゃん、やっぱり。てか要するに、でさっきこのキャッシュじゃないとこで話したんやけども、なんか前に進ませてあげたいって、帰ってくることばっかり期待するんやなくてっていうのも一理あるみたい。だってこの子は拉致のことに関してうちが話したからこう思ってるけど、全く知らない人にポッとこの話を子たちにした時に、え、もうそんな無理なんちゃうっていう軽い感じの考えがリアルやと思うねん。だけど、うん、うちもいや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 、諦めるなんてとんでもないでしょって。だって日本人の人権侵害されてんねんで、ふざけんなって話やんか。国内でもなんか反日の人らが人権をとか言って騒いだけど、諦めた方がいいんちゃうんって言って、それでまたいろいろ力説されてももう知らんわって言って、うん、多分その変えちゃうと思うねんな。そうだから、そういうことやなくて、署名活動も例えばうちも、まあ、今年中にっていうのはいろいろあって無理やけど、娘もいいよって言うてくれたから、娘連れてがっつりおしゃれさせて、いつもがっつりおしゃれしていくからあれやけども、そう、いつものおしゃれしても全然構わへんから、諦めたら次はあなたかもったんだし。でもうん、これ以上、まあでも多分ね、ちょっと待って、ちょっと待って、うちがこれ以上諦めろよとか諦めた方がいいとか言っても、多分みんなは諦めるなんて意味がわからないってなるから、いつまでも話はつかないと思うのよ。
でも若い子の意見は諦めた方がいいんじゃないっていう感じっていう一つの意見だけど、これ聞いて、広島県人、諦めるということは北朝鮮に自己を認めるっていうこと。自己とは、え、自己っていうのはもう警察でもう犯人捕まえるどうのこうのって自己って言ってもう追われない人はいるやんか。そういうことや。でもそれは悔しいな。せやろ、ふざけんなって話やろ、うん、だったらまた次もいけるなって言って確信しちゃうな。で、日本全体が負けってことや。負けは嫌やね。そうでしょ。だからなんか今話聞いてみてて皆さんどう感じるか分かんないけど、うちはこういう方法で娘と話してます。要するに小難しいことを語って教えるんじゃなくて、その広島県さんの言葉今借りたけども、時効ってことは犯人をもう探さないってことやって、殺された人がいるのにって。それで勝ち負けっていう簡単な感情論は良くないのかもしれないけど、感情の話としてやると、え、負けは悔しいなって。こうでもね、多分ね、うちは負けず嫌いっていうか、まあ、そういうあれだから、だからうちは負けるのは嫌やな、なら諦めずに取り組もうってなるけど、多分もっとうちよりチャラいっていうか、うん、なんかダラダラしてる女の子とかいるやん、うん、ギャルみたいな、うん、ヤンキーみたいな、うん、ああいう人らはなんか負けず嫌いっていうか、もうほったらかすともね、え、別に負けるも勝ちもどうでもよくねって言って、うん、もう話にも関わろうとしない、ね、うん、だけど、でもそういう子も多分いっぱいいると思うけど、逆にうちみたいに負けるの嫌やなら頑張ろうって言って協力する人もいると思うね、うん、そう、10人中4人3人ぐらいは多分食いついてくると思うから。そうだから、好きなことにその小難しいことから教えるんではなく、例えばそういうおそ松さんの拉致シリーズみたいなデザインのおそ松さん書いて興味持たせて拡散させてみたいな。あさけないでしょ、あのちゃん、あの北朝鮮って国は日本に比べて経済力も技術力も劣るんだよ。マジで、なのに何もできねえの日本。頑張れよ、うん、拉致されたご本人は皆さん泣きながら暮らして、そして長い年月を経て日本語を忘れかけたりしている。こんな切ない現実があるなんて辛い。なんかドラマみたいなね。ほんまにそういうのが起きてんねん。やっぱ間違って変なとこ行っちゃった。まず嫌いで済まされない、負けたらあかんのや。そやな、日本人も無関心の人を追い込めされ何発も撃ってきた。今度は私の自分の子供たちが拉致されるのは衰退。これは全て全部もっとでかい声で読みや。ウィス今は拉致弾薬、ミサイルバンバン飛んできてるよね。なんか自分に落ちねえかな、北朝鮮自爆しろやっていう。いやだけどな、ああいうことやってるやんか、はいはい、その間にも医療とかの技術力は全然日本より劣ってて、平均寿命が50代でもう死んじゃってるかもしれへんねん。北朝鮮に住んでる日本人たち、住んでるとか拉致られた人ら、そう、ちょっと辛ないっていうか腹立たない。勝手に拉致なんか持って行っといてすぐに死なすなんてな、うん、大切に扱ってくれてんなら別なんだけど、ね、うん、まだ時間はあるし、うん、助けることしっかり話せるし、うんうん、じゃあ逆のこと考えてな、時代的なこと考えてな、はいはい、お兄ちゃんが拉致られた、それは無理、北朝鮮にいます、分かってます、帰ってこられない、どう思う？え、絶対言うよ。もうなんか多分なんだろう、政治に向かって大声上げると思うよ、必死になると思う。それがこの人らや、この家族や。それは辛いな。だから小難しいことを抜きにして、やっぱり若い人らも知ってもらう。あと失礼ですが、デリカシーに欠ける発言ではないでしょうか。ん？どういうこと？うんうんうん、そういうことも言われると思って、でもリアルな問題。あ、うちが言ったことに対して。そうです、そうです。え、でもね、あのデリカシーに欠けるって、まあそれをうちはもうなんか覚悟の上で言ってるっていうか、それが本当に今若者の意見だと思うのよ。知らないな。うん。知らないってことはイコールなかったことになってしまうね。え、だってじゃあなんだろう。例えばアニメに興味ない人はアニメ界で起こったこんななんかやばいこととか言ったら別にどうでもいいってなるじゃん。まあその政治のことに一緒に考えたらあれだけど、でも
そんな興味ない人は多分うちと同じ意見言うと思うよ。うん、じゃあうちがさ、そういうなんか本当の意見言わずになんか本当は思ってないことをこう淡々淡々と話していったら、それもそれでどうかと思うやん。思ってないこと言ってんだもん。そう、デリカシーに。でも本当は興味ないのにいいこと言ってたら何も解決せえへん。うん、そう、まずだから諦めないね。だからうちも子供に、我が子にどう思われるか分からんけども、いろいろ考えると涙出てくるけどな。うん、あのだから言うねん。もうママうるさいねん、暑すぎて。知らないのは罪ではないでしょうか。勉強不足を痛感させられません。せやね。でも教えられる場所がないじゃん。学校で嘘の歴史習わされてんねんで。どこで習えばいいの。ならみんな恥ずかしいよ。今の若い子、興味がないから知らないじゃなくて、教えられないから興味も持てないし。うん、そうや。もし教えられてたら興味持つ人は何人かいると思うよ。じゃあそれに、うちも今お母さんに教えられてるから興味を持ってるし、だんだんうちの意見も今変わってきてるわけじゃない。教育の問題、私たち大人の問題あると思います。そうや、せやな。じゃあまず大人から変えていこう。そういうこと。いやいや、でも変わってきてるから、うん、今度ママ今107人も見てるってことは、そう、賛成の人が増えてきてるってことやん。なら子供もどんどん変わっていくってことやから、これからが本番やん。そう、デリカシーにかける発言を今うちはしてると思うけど、うん、それを覚悟で今日はやりますってまず、うん、発言してん。でもそれがどんどん変わっていくかもしれへんやん。そう、じゃあ頑張っていこうっていう話やん。そうそうそう、喧嘩すんねんで親子で。この話してちょっとうるさいねんと、しつこいねんと。最初喧嘩したもん。なんか無理やり教えられて、もうめんどくさいって。いいから聞けと。だけどそれ覚悟で言ったりで、今だんだん興味持ち始めてるわけで。興味、そう、興味もそうやし、あと今みたいにお兄ちゃんが大丈夫、うん、拉致られてな、北朝鮮に今おって帰ってこれないって分かったら、でも知らない国民がほとんどやね。報道もせえへんし、学校でも教育せえへんし。落ち着け落ち着け落ち着け。ごめん。で、はい、ティッシュ。デリカシーがないとかさ、デリカシーのない発言やないねん。これが現実やねん。だから変えていこうっていう。で、あなたもきっとで変えていこうと思ってこのツイキャスに来てくれてるんやろ。知ってる人同士で拡散してても意味ないねん。これだけ悔しがってるって、もう政治家だろうがなんだろうがもう聞いてほしいねん。落ち着け、うん、同じ子供、私ね、その今子育てして子供2人、17歳と16歳って、それよりもちっちゃい子たちがね、さらわれて拉致られるところを目撃されてる人までいるのに、あるいは日本人だけじゃないねん拉致られてんのって。外国人もいっぱい拉致られてんねん。なんで全世界で問題にならないかっていう、だからいろんなことを操作させられてて、まあまあさっき の, あの意見書いてくれた人もそれが正直な気持ちだから、それに対してすごく反感持って、あいつムカつくとかそういうふうには思わない。確かにデリカシーに、でも残念ながらデリカシーに欠ける人間が今うじゃうじゃいんねん。じゃあそれを変えていこうよっていう話や。だからうちは娘をに対して喧嘩してでも伝えて、一緒に署名活動もおしゃれバリバリしていこうや、ピアスしていこうやって言ってみようよって。でショック受けるかもしれないよ。それでも素通りされるかもしれないし。いやでも大丈夫だよ。ビラ配りでどんだけ打ちスルーされたかとか、とりあえずおっさんはぁお前暇してんだろとか言いながらさ、ビラ配りしてさ、暇してんなら名前かけやみたいな。そう、何無視してくれてんの、可愛い子ビラ配ってんのかとか言いながら、可愛い子がそうそう、だから、うん、あのたそのむずく、若い子は楽しくなかったら興味持てないのが実際あるから、ちょっと方法を変えつつ拡散していきましょうよ。そうだね。でうちもあの絵描いたりすんねんけど、頑張っておそ松さん描くよ。いやママの絵柄古いから頑張らないと
リアルな絵はなかなか本当にうまいけど、ママのアニメっぽい絵はちょっと。いや、アニメにしないよ。リアルな音もする描くよ。いやいや、そんなうち好きになれへんわ。だってほんと すごいリアルな音もさ、めっちゃ好きで見てるやんか、上手でした。それはちゃうって、今時っぽいの。いや、今時の描くよ。へえ、頑張れ。でもやだな、ママが神足になったらちょっとムカついていく。いろんなコメント見て、お嬢ちゃんに感謝ありがとう。いやでもうちここ部屋だし、リアルマナー、いやこうどんなコメント受けてもいてくれるか、娘ちゃんに感謝って言われたけど、うん、ここうちの部屋やしな。違う、そうやなくて、いてくれる。あ、そういうことね。なるほどね。そうそう、こっからもうやらへんわって、娘もお兄さん言ってるよ、楽しい太郎が。年齢なん、年齢よ。娘ちゃんに惚れた、あらやだ。いやほんまに今あの帰らんやがない、それが。これがリアルだと思う、みんなほんま聞いて、これがリアル。若い子なんてそんなもん、マジで。せやな。だけど若い子たちに知ってもらって、知らないっていうのが一番問題。興味持たないって、持たないっていうのが一番問題で、ここで今までバン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 拡散されたのは、もうすでにいろいろ勉強なさってる方々が言ってると思うね。そうやなくて、うちまだ全然わかんねえからな。教科書で言ったら1ページの半分。そうやな、うん、触りや、うん、3K が報じたんだよね、拉致は。産経新聞、ね。そう、若い人を変えていく。で、興味を持たない大人を変えていく。だから何回も言うけど、茶髪の姉ちゃんが拉致被害者のこと署名活動してたら、おじちゃんおばちゃんも絶対止まるで、足。あれって雰囲気ちゃうくねって。 100%あの、めっちゃ、なんて、なんでもない、あの足を止めてくれる若い人のリアルなツイッケースほどあったらあるかも。そうよね、化粧をしながらね、政治のことに関して。そう。最高にだからうち今日は自分のキャス立ち上げながら、あのプロデュースして、普段アニメ化に、アニメ化、アニメ化っつうか、あの二次創作、同人誌的な、あのだから例えば流行りの、みんなが知ってるだろうで、知ってるあろであろうの、ちょっと難しい言葉使うのやめるわ。頑張る。二次創作な。そう、二次創作。なんか同人誌の、多分ここにいる人がみんな知ってる、ドラゴンボール、ワンピースとか、そういう、ドラえもんとか、なんかそういうので政治関連のことについての漫画描くねん。それで何か批判みたいなこと言ったら、自分でたちでそのキャラとか作ったりして、例えば男の人が食いつきそうな巨乳とか女の人が食いつきそうな、なんか乙女ゲームのイケメン、あのロン毛、ロン毛のイケメン、いい、いや、いいね、お前の意見は。まあなんか、まあ、そういう風な感じで、そう、そうそうそう、パロディ、パロディ、要するにそういう感じで、だからこうみんなが好きであるキャラに語らせる的な、簡単な感じで。拉致被害者が今全国で2万人いるんだとか。そう、2万はいないけどな。あれ、あ、でも、え、今だいぶ前コメントで2万って書いてなかった？ああ、あの特定失踪者っていうの含めたら、うん、うん、巨乳みんな好きでしょ。え、いいから、ここにいるから、ね、そうそうそう、特定失踪者、そう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 、うーん、真っ先に食いついてしまうわね。そう、うちも胸筋バリバリのイケメン。いいからいいから、それはいい、はい、うん、今日はいい。そうだから、お尻派、あー、いいから、はい、うん、そう、親が子供に伝えていくねん、いろんな手段を使って。でもいいから、ここ座れって、あのなって、日本で昔なって、いきなり硬くなったら、うーわ、めんどくさって絶対なんねん。じゃあどうやってるアニメで現実できるか、大人たちも考えて。そう、それでな、アニメでもな、そういうのを語ってるアニメの絵ってダサいねん、ぶっちゃけ。あるやん、動画でもなんか、あ、このアニメは見えひんわっていう。なんかもっとアニメっていうか、その二次創作で同人誌とかでもいいねん。あとツイッターでイラストで描いて、ブルーリボンのやつ、うん、
を書いて書いたり、あとおそ松さんこうやって囲んで、え、何拉致被害にまだ北朝鮮に拉致されたまんま取り残されてる人いんねんって言って、署名活動しようぜとか言ってごめん全く関係ないし、巨乳嫌いほどほどがいいいいからいいからいいから、そこ広がっていいからいかまだ続いてたんやとか、そうね、そう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 、そう、あのほどほど、うん、そう、若い子が見ない絵柄が多いね。そうやなくてそこを持ってこうみたいな感じ。今だったらモブサイコかな、おそ松さんって、まあ、うん、そうだから違う、あの明るい問題ではないね、明るい問題ではないけど、そういう風にしていかないともっともっと拡散はされないと思うね。うんうん、そやな。でさっき娘が言うた、また怒られるかもしれへんけども、諦めた方がいいんちゃうっていう、何も知らない人に説明普通にしたところでみんなそうなると思うね、まして10代は。うん、なるわ。だって現実問題で考えてみとか言って無理に決まってるやんって。でも無理、ラチのアニメあるよ、めぐみ、あのね、それ今うち初めて知ったし、あ、これ普通の若い女の子見ない、全く見ないと思う。歌プリとかなんかそういうなんか今っていう感じの、そう、こた、所詮役人が作ったアニメダサいね。役人とは、役人だから、そういう立ち上げたそういう役人とはって、その拉致のことに役人公演でアニメに乗っけましょうっていうそのセンス、うん、でもあの説明書が公務員でボブが、あ、ザ、うんうん、そうだから声優は豪華なんだけど、あ、そう、ガルパンで、ガルパン知ってる、そうだからアニメとしてバンってやってもどこも宣伝せえへんし、スポンサーつかへんし、見ないねん。ってことは素人の力使って、今おそ松さんでみんな検索してみてほしいけど、ものすごい人数がおそ松さんやってんねん、うん、自分の絵乗っけて、その一人がうちだもんな。そうだから頭他はやるのにアニメはやばいっていうか、メディアが、そうそう、メディアが、じゃあメディアなんか期待せえへんように、マスメディアも変わりつつあります。うん、あるね、あることはある。だけどまだまだ足りへんから、これで悠長なこと言ってらんないね、時間がないね。日本にいるお母様方も高齢でな、大変だし、あっちにお役所ですから真面目な話もええわなって、それを変えていくのがあれだ、いや個人のや、そうそう、足りないねん、メディアも。 FB でも共有してるアカウントがさ、うん、香港キャラクターに足りないですね、うん、ニコ生町会議もそうやし、ただ、うん、好きな、なんやろ、全然政治に興味持ってない、あのんぬが漫画描いたらいいんだ、絵は清原さんで、うちも描きたい。いや娘もな、下手ではないねん、あのんぬがのあれだぜ、絵も描いてるよ、さほどあれだけど、うちのアイコン、ちょっと待って、ちょっといい、分かった、ウィ、うん、AKB は、うん、興味ない、違う、はい、AKB とかはもう、まあ真剣に言ってるわけじゃないかもしれないけど、マスコミにどっぷりハマりすぎてるからまず無理や、だからあまり言われないやつ、キャラちゃん延長になりそうな、あ、ほんまや、ちょっとどういうこと、みんな伝わったかな、もう11時やから終わりや、あ、そっか、うん、うん、例えばこの中に絵描くっていう人がいたらそれやってみてもいいし、とにかく、いやいや延長してよ、だって、あ、延長していいの、じゃあするわ、ごめん、するで、賛同できる人挙手、まだ聞ける人挙手、まあまあでもいいんじゃない、うん、ここから先はどうぞご自由にっていう、うん、いや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 、ご自由にっていうか聞いてもらわなきゃ、あ、延長いけるんじゃん、ありがとう、ハモったな、ハモったな、運命かな、運命やな、ありがとう、そう、そういう方法でつなげていこう、知らない世代をグッと引っ張るには、でこれをやってよっていう強制的なものにしてしまうと
なんか言ってた。最後に告知あるのでそれだけよろしく。うんうんうん、シェリちゃん呼び呼ぶ。それは素晴らしい親子だ。ありがとうございます。ありがとうございます。つべあるめぐみ263回だ。あの四つべめぐみっていうの見れるんやけど263回しか再生されてない。いやそれもったいない。そうそうそう、だからバンバンもう今日は現実問題としてその若い子ちょっと待ってあの現実問題としてこの娘と一緒にキャスしました。で若い子たちがあの若い子たちに単純に拡散して署名活動とかもあの宣伝できるのはそういう形で重苦しくなく、ほんまは重苦しい問題なんやけど重苦しくなく拡散していくことが大事で、とにかく国を動かさないことには、うん、この問題は解決せえへんねん。で、できちんと詳しい人間たちが怒りをぶつければいいし、で若い人たちにもこんなに浸透したっていう方向に持っていけたらもう最高やし、うん、あの大人たちに対してもとにかく興味持ってない大人の方が多いから、そういう大人がいるから子供も興味もちろん持たへんしね。そうそうそう、で堂々巡りで興味持ってる同士で拡散してても意味ないねん。もっと人数広げていかないと、うん、ほんまに。だからあの今までのキャス聞いててみんなさすがって思ったんやけども、うちはそこまでかなんやろう、なん、うん、きちんと詳しい知識を語ってっていうのはできないから、単純に10代の息子と娘を持つ今時の娘を持つ親としてちょっと待てよと、ここを変えていく、ここに周知を広げていくっていうのをどうしたらいいのやろって。だからキャスやりますって、これの奪還キャスやりますって言った時に、初めは一人でやるかシェリーちゃんに入ってきてもらってと思ったんやけど、いやそうやなくて、ちょっとうちがちょっと感じてること、あと山猫さんが言ってはったことで、ああそうかってこう目から鱗みたいになったのがあったんで、今日の親子キャッシュにもうやろうと。で無知は恥ずかしいみたいなこともあの言われたけど、その時はいや無知を利用しようと、まあ無知から意思から無知からな、そうみんな無知やったはずやねん。だって今もすごい勉強してみんな詳しくなってるけど、みんな無知や、無知のところから始まってんねん。うん、フォローした方がいい。うん、した方がいいって、自分がしたいならしなさい。そういう意味。うん、あ、いや、そうそうそう、安倍首相はフォローしてたから。うん、そうそうそう、無知でもいいの、知ることで、それが知らされる、周りから知らされる、自分から知る、いろんなきっかけがあるねん、あるねん。だから無知をバカにしてはいけないと思うし、うん、みんな無知から始まったんやから、そう思って今日の親子キャスをやろうと決断して、今に至ったとか今日に至ったの。せやな。うん、でもあのね、参加するのめんどくさいめんどくさいってギリギリまでぶっちゃけ思ってたんだけど、うん、参加してよかったよ、うん、あの自分の意見ブワーって言えたから、うん、みんなに本当はもっと叩かれるかなと思ってたけど、うん、みんな優しかったな、受け止めてくれる人もいたし、もちろんぶっちゃけうちに対してデリカシーないってそれは思う人もいるだろうから、うん、でもそういうことも言ってくれたし、うん、でもそれに対してうちもちゃんと自分が思った意見も言えたから、うん、全然面白かったよ。そうやね、あのね、面白いってデリカシーないかもしれないけど、意見を言い合えてっていうことな。そう、あの、あとね、どうして興味持つかっていうと、悲しいことに出家を受けて
興味を持ち始めるのと楽しいところから延長入るところといろんなのがあると思うから、あの皆さん、あこういうことがあんねやと、若い子とか知らない人ってこういう感覚なんやって、あの思ってください。あの出ないと突破口が見つからない。あ誰かフォロワーに、うん、ほんまに。で娘のキャスなんだけど、キャスブツイッターなんやけど、あまり小難しいことをあれ見てこれ見てってこれこういうのあってってこういうふうにしてみてねって言うと、もうその見なきゃいけないっていうプレッシャーに多分めんどくさくなると思うね。だから、うん、一応娘の うちのあのツイートをこう見て、であんまり小難しい、何やろう、若い世代の子たちもあのフォローし合う、総合フォローになっていくのが本来の目的なんで、この政治のカテゴリーが。 娘さんはもっとその世代の意見を意見を言ってくれって言われても、うちはまず何も分かってないから、うん、なんか例えばこういうのどう思うとか疑問を言ってくれないと、うちは多分意見言えない、うん、娘さんのアカウントここに書いたらみんなフォローしてくれると思うよ。いいのそのフォローは。え全然、だってただ10代の同じ子はフォローしてくれるかな。えでもうちはあのフォロワーさんがそういうちょっと上の方でも、うん、うちはうちの意見をどんどん言っていくから別に関係ないと思うよ、フォロワーがどうとか。じゃあいいよ。よし、俺も大和もフォローしていいですか。あ全然、あのもう変な人以外は全然フォローしてくれて。今娘がシェリーちゃんに入ってきてもらおうか。あいいよ、来週の告知もあるし、まあ延長、私ちょびっと延長やけど、今日ありがとう。でこれ録音でな、残しておくから。あ今入りました、娘。私でさ飲んでですっていうのが、あコラボ来た、来たよ。コラボ強化するよ、うん、ね、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっと待ってね、イヤホンさすから、いけるかな、このまま聞こえる、うん聞こえるよ、大丈夫。えでもエコーちょっと音声下げたけど、うん、エコーするからイヤホンはつけた方がいいと思う、うん、イヤホンつけないと全然、すいません皆さん、あのハウリングとかちょっと教えてください。大丈夫でしょうか、音声。ダッカンキャッシュ主催者営業マン、 ありがとうございますすけさん。はいすいません、よろしくね。はい聞こえるよ、聞こえる？あ、間違った、聞こえます。ありがとうね。一緒に今日お母さんとキャッシュしてくれて本当にありがとう。意見言わせてくれてありがとうございます。うん、あ、いやいやもう本当にあの参考になりました。っていうかあの厳しい意見だったけど、はい、正直あのここにいる人はやっぱりそのなんとか拉致被害者取り戻したいっていう気持ちの熱い人がやっぱり多いから、はい、あのちゃんの意見は正直いろいろ厳しい部分があったけど、それを知るのはやっぱりすごい大事なことで、はい、これがそうなんやなと、生の声なんやなと、うん、だってなんでね知ってくれないのとか、なんで分かってくれないのって思ってるばっかりじゃ、はい、やっぱりね、あのお母さんが言ったみたいに突破口にならないねもん、うんうん、興味のない人に興味持ってもらうには興味なくて当たり前やわな、うん、若い子はと。だってあのね私もそうやけど、うん、若い時なんかやっぱり明るいことの方が楽しいし、うん、もう政治家とか正直なんかお金で汚いことしてるんやろとか、うん、なんか悪いことしてるんやろみたいな悪いイメージでやっぱり興味なかったもん、うん、多分みんなそうやねん、うん、だからあのちゃんは全然普通よっていうか、はっきり言って高校生ですごい政治に詳しいってちょっと怖いよ。うん、うん、そうやんな、うん、いやマジでマジでなんか逆に大丈夫かなって思うよね、うん、なんか、うん、あのそう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 昔の、うん、だって自分の好きなこととか、うん、そういう人たちって
ある意味ちょっと怖かったよか政治に詳しすぎて、うん、いやだからまあそれも時代もあるんやろうけど今も、うん、そうやねん言ったってそのあのちゃんからしたらやっぱり日本平和やろ、うん、なあ夜に道歩けるし、うん、自動販売機は普通に置いてあるし、うん、あんな日本だけやねんで、あそこにお金入ってるから他の国は自動販売機なんかないねんで、なんか日本は本当に平和な国だとか、うんうん、なんかの番組で聞いた。そうそうアメリカなんかね、そうアメリカなんかね、うん、マクドナルドのね6倍ね銃売ってる店があんねんで無理やわなんかコンビニぐらい銃売ってる店があって、うん、でね10歳とかになったらねもう拳銃を誕生日プレゼントでもらったり、うんうん、だから家にいてもこう銃声が聞こえたり女の人の叫び声が聞こえたりするのよ、うん、ギャーとかパーンとか、うん、そんなんとちゃうやん、うん、日本って、うん、のんびりしてるやん、無人販売所があってもお金入れてくれるやん、うん、なあだからこの今の日本が危ないんだって言ってたって危機感ないと思うわやっぱり、そうだから、うん、なあ、あいいよ、でも実はね、はい、うん、うん、あごめんね、でもね実はねめっちゃ情けない国やねん、うん、こうやってなんで取り返しに行かへんのってあのちゃん最初に言ったやん、うん、いろんなことで行かれへんねん、うん、うんうん、もうね今すぐ行きたいねん、うん、ほんまはみんな家族の人なんか何十年も前から、うん、だけど日本っていう国は安倍さんが、今行けって言える国じゃなくて選挙で政治家さん選んで国会で決めてまずねそういうことをまだ法律も決めて、うん、その法律が何日からね使えますよみたいな日も決めてってもうゆっくりゆっくりしか進めないねん、だろう本当にやる気あんの、うん、とか歯がいいやろ思っちゃうし、うんうんうん、だけど平和に暮らしてる関係ないと思ってる人が ほとんどやから、それを許し、そういう政府を許してしまってるのも日本人の特徴やねん。だけどそうやねん、だからあんたらの世代とかもっと、ね、若い人も騒ぎ出したとか、うん、やべえなおいって思わせるぐらいの方法で周知できればしてやったりやし、だけど若い人に何やろ、うん、リアルに伝えるには難しいところから入ったらなんかあの言葉悪いかもしれへんけど、うん、悲しい事件があったのよって言って、うん、そういうのあまりにも前面に出しすぎると、その恵みってアニメのやつもそうやけど、うんうん、感動せえへんね、うん、今の若い子って特徴、うん、そうだ、うん、でもほら、あ、うん、さっきちらっと書いたけど蛍の墓とか、ね、あのちゃん見たことあるやろ。でもあれは宮崎駿やからや。いやあれ戦争中の話でちょっと、いやそうそう戦争中の話で悲しいけどやっぱりアニメやったら見るやろ、テレビでやってたら。書く人だね、なんかマイナーな人が書いても興味ないし、うん、別に面白そうでもないから見ないってなるし、うん、でももののけ姫とか、うん、うちの好きな千と千尋とか、そういうの書いてるすごい人が書いたから、そうやな、そうやな、うん、なんか見ようってなったけ ど、うん、なるほどね、だけど、うん、例えばうちだった場合、うちの家やったら、裸足のゲーム見てた、うん、あれ面白かった、うんうん、そう、あ、でも裸足のゲームは流行らんやろ、うん、流行らんな、あれは流行らんや、うん、絵が古い、蛍の墓は違うよ、あ、あれ高畑、うんうん、だけど恵みも、うん、そうそう、例えばうちが一緒に見ようやって言ったら、うん、もうしょうがねえなって言って娘は付き合って見るぐらいにはなってる、うん、だけど全く知らない人があれを見ようとは思わへんね、うんうん、やったらそのさっきの二次操作じゃないけど、そういうのから入ってこれ何気に拉致被害みたいなのをこう絡めてやっていくとかな、まあ、だから今からあのちゃんがあともうちょっとしたら選挙権っていうのがもらえるやんか、うん、ね、権利がもらえるんだな、うん、選挙をする、うん、18からになったもんな、それはほんまに大事にしてな、あの選挙できるありがたさっていうのもきっと、まあ、キアラちゃんの娘さんやから
ちゃんとお母さんから聞くと思うから、これから一緒にこの国を良くしていく仲間になんねんな、つまりあのちゃんは。だから急がんでもいいし、今からゆっくり社会人になって、でもお母さんになったり奥さんになったりしながら、大事な人、守りたい人が増えるから。そしたらさっきな、お兄ちゃんが拉致されたら嫌やって言った気持ちが、もっと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 深く分かるようになるね、うん、だからお兄ちゃんが、なるね、絶対に。ああいう仕事に就くやんか、これから先。そしたらその政治家によってはとんでもない法律とか、そのままなったり、お兄ちゃんたちの命が守れないような状況にもなっちゃうわけよ、政治家きちんと選んで投票しないと、だけど残念ながら反対の人間たちが今うようよいんねん、日本って、だからあんな蓮舫の20席とか、あんなやってるのが代表やったり、あれはちょっと本当に意味わかんない。だけどああいう人が当選してしまう国になってんねん、意味がわからん。そうだから、ちょっと拉致被害とは関係ないかもしれないけども、あのだから、でいやいや、関係ある、ここに来ている大人の方々も、その若い人が勉強せえへん、無知っていうとかっていうのを否定するんではなくて、じゃあその人らが普通に単純に興味を持つにはどんな方法って言って、さっき提示したああいう方法に乗っかって拡散してみるとか、なんかやるっていうのは実はすごく単純で、でも拡散力の高い方法やから。あのそうやな、ぜひみんなで頑張ろう。まあそうやな、194人の今、そうそう、あのじゃん、あのな、あのちゃんちゃんと正解言ったんやで。なんで拉致されたか知ってるって言ったら、日本人にとして教育するためやろって言ったやろ。あの、今朝鮮半島ってあそこに韓国と北朝鮮と上下にあるやろ、あれってさ、戦争したのよ。で今戦争終わってなくて休戦してるねん、あの戦争ていうか、北朝鮮と韓国は戦って、今は戦争お休み中やねんけど、いつ戦争起こってもそうそうそう、でね、おかしくない状態って、そうそう、北朝鮮の後ろには、まあその頃ソ連とか、まあ、中国がいたわけやけど、で、あの社会主義国っていうねにしたいねん、北朝鮮は朝鮮半島全部を、韓国を飲み込みたいねん。でそのために日本人を連れてきて、北朝鮮の人間がスパイとして入るんじゃなくて、日本人として韓国に潜らして北朝鮮の色に染めたかったやん。そのために拉致被害者っていうのはたくさん利用されたんやけど、実は今の韓国ってめっちゃ危なくなってるん知ってる？なんかほら、大統領がさ、あの国民にいっぱいさ、デモされてるの知ってる？反政府デモって、ニュースで見たやろ。もうね、まさにね、ほんまに韓国危なくなってるねんやんか。で、そういう話を来週、すいません、今聞いていただいてる方、来週ですね、あのごめんなさい、いきなり告知になるんですけど、ごめんなさいね、あの中曽千鶴子さんに、あのおつるさんに出ていただくんです。で私はおつるさんに最初、まあ、こういう拉致問題とかに関わってこられてるので、あのすごく詳しい方なんですけども、あのいろんな、妨害工作の暴露話とかをしてもらおうと思ったんですけど、もうそれはやめて、今日あのおつるさんにお願いしたのはですね、あの拉致問題解決するには日韓断交は良くないと。日韓断交って叫ぶのはあれ間違いだと、そんな話をしてもらうっていうふうに、あのテーマを変えました。あのね、日韓断交ってよく書かれてる方、ツイッターでもいらっしゃるんですけど、あの韓国っていうのは今左派に牛耳られてる状態です。
で本当に拉致問題を解決したいって本気で取り組まれている方は脱北者の支援もされてます、うん、脱北者の支援、あの日本人の人権問題なんですけど、うん、北朝鮮にいる方の悪性に苦しむ人にとっても人権問題なんですね。だからそれこっちは救うけどこっちは救わないっていうのは、うん、本当は間違ってまして、拉致問題に必死に取り組んでいる方は脱北者の支援もされてます、萩原亮さんもはじめ、中曽さんもそうです。であの北朝鮮の、 あの金王朝に対してあの言ったらなんですけど、戦っているってことなんですね。でそういうことで、日韓断交は拉致問題にはおかしいということを来週お話ししてもらうので、ぜひぜひ皆さん、あの本当に貴重なので中曽さん出ていただくのはあのご参加ください。よろしくお願いします。うん、日本はスパイだらけ、うん、そうやで、ぜひ聞いて、あの、うん、聞いたことある、いろんな質問に答えてくれると思うから、うん、う、ありがとうございました、はい、あの大したことは言えないキャスだったけど、ほんまにあのいやいやいや、もういやいや、皆さんの心に届けば幸い、娘の言葉がリアルな10代の、まあそれでもうちが話したからな、あの知ってる方かもしれないけど、いやでもな、諦めた方がとか、ああいう結構辛辣な言葉とかはもう、いや聞いててうちも胸は痛いけど、我が子でもな、でもこれは絶対に知らせなきゃいけない、あの知ってる者同士で堂々巡りやってても意味ないねん、ここからどう動くかでないと政治が動かない、政治家が動かない、うんうんうん、左翼の意見とか何も知らない人の意見聞くのも、うん、せやいいと思う、そうやねん、そうやねん、多分、うん、そうやねん、うん、これほんまは、うん、そうそう、関係ない、左翼だろうが右翼だろうが、うん、関係ないね、あの日本なんで、まあみんなみんなどんな人も大事な人おるから取り戻そうってことやねん。だけどあのね、あのあのちゃんが言ったみたいにほんまにそれが術がない、うん、今でどうしたらええやろうってみんな必死やねん、うん、時間もないし、うん、ないない尽くしやねん。だからうん、国動かすのにこれ取り戻そうやっていう声を上げる声を増やそうとしてるねん。だからあのちゃんがお兄ちゃんが連れてかれたら嫌やって言ってくれた、うん、その声だけでいい、うん、もうそれで十分やねん、うん、うん、知らんかってもええねん、家族と取られたら苦しいし悲しいし、うん、辛いし、うん、たまらんやんか、でな、うん、それだけでいい、ほんまに来てくれはる人もいるかもしれないけど、うん、もう言うけどうちの息子今自衛官の卵として頑張ってんねん、だからあの徴兵制とかなんかってバカみたいなこと言うてる人らおるけども、それは抜きにして、でもこれから先、自衛官となった時にその場合によっては命の危険っていうのはもうものすごくリアルに感じる現場でこれから生きていく息子なんで、でここにその息子と同期の学校に行ってるこのお母さんも今来てはるけども、もうそういろんな、あそうなんや、うん、いろんな問題がほんまにあるから、もう拉致被害者が帰ってこれるように政治家が動く、うんうん、それをバックアップするに日本国民がいる、その知らない層、年代層をどうにか、どこもテレビでも何もやってくれへんから、もうネットこういうの使ってな、でもちょっと行き詰まってるところは絶対あると思わない、その10代っていう若い年代、20代もそう、だから年齢関係なく流行ってるものに乗っかってっていうのをどんどん広げれるようにして、ちょっと違う目線から、うん、うん、そう、そうそうそう、うん、一人でもね増えてくれたらね、こんなありがたいことはない、本当に、
人でも選挙に行ってくれたらこんなありがたいことになる。みんなであの本当に広めを、うん、無知をバカにしないで、あの小難しくない運用に、そうそうそう、入りやすいところからでいいから、うん、ね、日本平和やもんねみたいな感じで、うん、もし話せる感覚があったら、そうやね、あの、うん、話してほしいし、でこれ録音して残しておくから、うんうん、娘さん息子さんがいるちょっと、うん、あの話やけども、あの聞いてもいいよっていう娘お子さんがいたら聞いてみてほしい、うん、多分今までと違う感覚のキャスやから、あの、うん、若い世代ももしかしたら聞きやすく感じてくれるかもしれないから、うん、頑張りましょう、うん、みんな今日は来てくれてありがとう。117名の方、もう反対派の方でも何でも歓迎します、ありがとうございました。でも反対派の人がここにいたとしたら負けへんでほんま、うん、そうやな、ほんまやな。キアラちゃん、あのちゃん、ほんまにありがとう。ほんまにありがとう、お疲れ様でした。うん、あの最後まで本当にあの勉強になりました。いろいろみんないろいろ話聞いていろいろ思ったと思うし、あのゆっくりコメントを読んでください。いただきます。うん、はい、あのありがとうございました。本当にお疲れ様でした。スッキーとシェリーちゃんもチャンスをくれてありがとうございました。はい、本当にありがとうございました。はい、ではでは、いい放送でした。はい、はい、ではキアラさん、さよならで、はい、このまま閉じようか。うん、じゃあそんなわけで皆さん、お疲れ様でした。うん、またもしかしてもうあの、うん、スポンサーとか関係なく、はい、またやるかもしれへんので来てみてください、その時は。じゃあね、シェリちゃんありがとう。うん、はい、うん、本当にありがとうございました。ありがとう、お疲れ様でした。本当にあのちゃんもありがとうね。みんなにバイバイ。あのちゃんほんまありがとう。バイバイ、うん、はーい、はーい、うち